限に存在する幾多の世界があった。その中に一つ、グレンに輝く特異な世界がある。それは大崩壊を経て神魔霊獣が跋扈する七階においてもひときわ輝いて見えたという。はるか昔、王が故国から持ち込んだ力と新たなる秩序はその地に大いなる発展をもたらした。彼がどこから何のために来たのかは歴史の闇の中である。しかしいつの頃からかその世界の輝きを見た者はいなくなった。ひとえに混沌に飲み込まれたとささやく者が多い中、その暗闇の中で一点の灯火が瞬いていることに気づく者はいない。始めるか。はっ、マイペースで行こう。うわっ、おう、私の出番ね。うっ、よっ、めんどくさい。うっ、はっ、めんどくさい。あっ、めんどくさい。は
オッケー。はあ、ファイト。いや、どうも。ほっ、行ってみよう。痛い。や、やんのか。よっ、あたいも焼きが回ったね。あは、ほん、行ってみよう。えへい、ファイト。あ、や、ファイト。はっ、めんどくさい。はっ、めんどくさい。うわ、ほう、私の出番ね。あ、めんどくさい。はっ、めんどくさい。はっ、えい、準備オッケー。あ、はあ、ファイト。あ、いや、どうも。あは、ほう、行ってみよう。えへい。その世界は終わろうとしていた。栄華を誇り、幾度も混沌を退けた英雄の姿も今はなく、他の世界がそうであったように虚無に飲み込まれようとしていた。だが希望がないわけではない。世界の全てが絶望に塗りつぶされる中、諦めない者がいた。
アルカナスト、それは世界を支える異星の力。アルカナストの発明は創世主の力によりあらゆる願いが叶うと言われている。世界の命運を握るそのものの力、ギフト一定の命を込めた行為をロードと。ここよりこの世界は終わり、新しい世界が始まる。
強さはまるでアルカナストーン。なぜお前が今さらそれを。そうか、そういうことか。もともとお前のものだ。クレイシー
いずれまた。私もそろそろ生誕祭の日が近く。うにゃりゃ。うわあ、もう収まったじ。最近多いじ。ああ、珍しいこともあるもんだ。この辺りで地震なんて初めてなんじゃないか。何事もなければいいじか。うにゃりゃ。おい、何かあったのか。この世界が目を覚ましたのだじ。Thank you.
元に存在する幾多の世界があった。その中に一つ、グレンに輝く特異な世界がある。それは大崩壊を経て神魔霊獣が跋扈する七階においてもひときわ輝いて見えたという。はるか昔、王が故国から持ち込んだ力と新たなる秩序はその地に大いなる発展をもたらした。彼がどこから何のために来たのかは歴史の闇の中である。しかしいつの頃からか創世界の輝きを見た者はいなくなった。ひとえに混沌に飲み込まれたとささやく者が多い中、その暗闇の中で一点の灯火が瞬いていることに気づく者はいない。
集中しろ。